皆さんこんにちは、みぞおじさんです。今日の動画は Amazon のタイムセール祭りの特集、 iPhone、Apple 関連20選プラス3になります。こちらすでに開催中で2月の5日日曜日23時59分までとなっております。さらにポイントアップキャンペーンも同時に開催されています。で、今回ですね、新生活に向けた製品かなり安くなってます。買うにしても買わないにしても、とりあえずね、ここまで安くなるんだということでチェックしておいた方がいいと思っております。紹介する製品はすべて概要欄に記載していますので、欲しいと思ったら売り切れる前に概要欄からチェックしてください。特にですね、今回 iPad 関連が3機種も安くなってますので、売り切れる前にとにかくね、買ってください。で、たくさんありますのでテンポよく紹介していきます。またですね、こちら画面の方を見ていただいた時のキャンペーンにエントリーする、これ必ず押してから買い物しましょう。プライム会員なら 2%、 Amazon のショッピングアプリで買えば 0.5%、 Amazon のね、マスターカードなら 3% ポイントが多く返ってきます。さらに今回は食料、飲料、お酒はさらに 4.5% ポイントアップだそうです。なので今回の恒例のおまけのコーナー、デジタルガジェットと関係ないもののおすすめは、この 4.5% ポイントアップの商品を紹介いたします。おまけをね、いつも楽しみにしている方も多いので、ぜひね、最後まで見ていってください。そしてポイントアップ自体はセール品じゃなくても対象となりますので、どうせ他で買うなら今ここで買ってしまった方がお得ということにもなります。それではテンポよく行ってみましょう。はい、まずは iPad 第9世代が安くなっております。こちら64GB 版のシルバーになってますが、 256GB 版も含めて全て全色安くなっております。今回は 45,400 円なので 4,400 円引き、 9% オフですね。で、まあポイントもね、500円近く返ってくるので 5,000 円引き程度と考えていいと思います。普段使いの人にはもう第9世代で十分なので、 64GB か 256GB どちらでもいいと思いますが、あまり使わないという方はね、 64GB の選択でも良いと思います。 256GB 版は 71,800 円が67,400円ということで 6% 引き、こちらもですね、4400円引きになってますね。ポイントは600円から700円近く入りますので、やはり実質5000引きぐらいということで、まずは第9世代が安くなっていることと、一番ですね、売り切れるんじゃないかと私思っている iPad mini 第6世代です。これもですね、 64GB 版も 256GB 版も、しかも全色すべて安くなってます。で、 64GB 版は 78,800 円が 69,780 円ということで約9000円引き、ポイント入れると700円ぐらい返ってくるので、だいたい1万円くらいですね、 11% 引きになってます。これはですね、狙い目だと思ってます。そしてもう一つ、 256GB 版はどのくらいかというと、 102,800 円が 93,780 円、こちらも約1万円引きですね、 9% オフになっております。 iPad mini はですね、たくさん漫画も動画も私の場合は入れているので 256GB 版持ってますが、漫画だけだったら 64GB でも済むかもしれません。ただですね、このミニってすごく持ち歩きたくなるので 256GB 版がおすすめではあります。そしてもう一つの iPad、 これは初めてじゃないですかね。こちらなんと iPad Air 第5世代 M1 の iPad が安くなっております。 14% 引きで 92,800 円がなんと 79,600 円、これ安いですよね。 13,200 円オフです。で、これも全色安いですし、 256GB 版は 103,600 円ということで、 116,800 円からなので、同じく 13,200 円引きですね。 11% 引き。いや、1万円以上引かれるんであれば、これ結構いいですよね。特に M1 の iPad なので、かなり安く感じる方多いんじゃないでしょうか。で、ただ Apple のね、公式サイトでも今日から学割のキャンペーン始まってます。学生の方であれば、そちらで買ってプラス 18,000 円のギフトカードもらった方が安い可能性もありますので、その辺はね、きちんと見てから買ってみてください。学生、教職員の対象の人以外はAmazonの方が確実にお得です。ポイントも1000円以上返ってくるので、かなりお得感あります。この3つすべておすすめです。続いてが iPhone ですね。こちらも少しだけ安くなってました。 iPhone 13 mini になりますけど、ピンクの方が 114,800 円が 108,680 円ということで 6,120 円オフですね。 5% 引きで、ピンクだけじゃなくて、こちらレッドの方も同じ値段で売っていますので、 iPhone 13 mini をね、狙ってたという方はこちら結構お得だとは思います。続いて新生活系まだ続くんですが、こちらも結構おすすめ、 MacBook Air M2 ですね。これなんとですね、 20% 引きなんですよ。 164,800 円が 131,990 円ということで 32,810 円オフです。これ安いですよね。これは 256GB 版なので、これで少ないという方は512もあって、 512GB の場合は 208,800 円が 176,300 円、これも同じくらいですね、 32,500 円オフで、 Apple の学割セールだと最大 24,000 円の
のギフトカードが返ってくるのと学割だとそもそも安いので同じくらいか Amazon の方が安い可能性あるので、そこはですねちょっと Apple の方とも比べてみてください。ただしとにかくこちら現金で買えるという意味ではかなりお得になってます。ポイントもしっかり1763ポイント返ってきますのでだいぶ安いのではないかと。これも安かったんですけど、私のおすすめとしてはこれ実は M1 の MacBook Air も安くなってます。もうこれでもね普通に使う分には十分な高性能なので、なんと 22% 引きです。134,800円が104,650円ということで31,50円オフ。これかなり安いです。10万円台でね MacBook Air が手に入るというところではかなり安いと思います。こちらもね新生活でパソコン欲しいなと思ってる方はぜひ検討してみてください。 iPhone を持っているなら絶対に Mac の方がいいです。続いてもう一つ新生活といえばこちらですね、常連ですけれども Fire TV Stick、 これが4980円が3980円、1000円オフで 20% 引きとなってます。これどういう製品かというと、毎回説明はしてますが、このリモコンとこの本体がついてくるんですが、この本体の方をテレビに挿すだけで大画面でプライムビデオとかネットフリ、 TVer、 YouTube なんかもね全部大画面で見れます。もちろんネットフリとかプライムビデオは契約必要ですけれども、 TVer とか YouTube とかはね契約いりませんので、 YouTube なんかは特にテレビで見たい方多いんじゃないでしょうか。これが3980円で買えるんであればかなり安い方だと思います。プライムビデオも入ってる人はねこういう映画なんかも大画面で見れるようになりますし、接続はこんな感じ、 HDMI 端子に挿すだけで電源を取る必要はあるんですが、それで完了です。ぜひこちら新生活のお供に使ってみてください。もう一つ私の動画の方でこちら iPhone の画面をテレビに映す方法、この Fire TV Stick を使って映す方法を動画で紹介しております。 iPhone の写真とか動画とかね、他ゲームとかですかね、大画面で見たいという方はこちらの動画を見ながらぜひやってみてください。なのでこの Fire TV Stick かなりおすすめなのと、 4K テレビをお持ちの方はこちらもあります。これ6980円なんですけど4980円になってます。2000円引きなので 4K テレビの方はこちらの方がいいと思います。機能としてはほぼ同じです。 4K に対応しているというところが違いますので、いいテレビを持っている方はぜひこちらの方を買ってみてください。そして環境を揃えたなら次は iPhone のケースとかを見ていきましょう。こちらはですね今回シュピゲンさんのがいろんなものが安くなっています。このケースは私が好きなクリアケース、1999円が1499円、 25% オフになってます。で私のおすすめはこれなんですが、シュピゲンさんこちら全体セールの、これは iPhone 14 の画面なんですけれども、ほとんどが 25% オフになってます。なのでこのページ全体ページの方も概要欄のリンクの方を貼っておきますので、いろいろと見てみてください。かなり安いですので今のうちにね新しいもの揃えておくといいと思います。続いてこちらトラスさんの方も安くなってます。これはですね iPhone 14 用13用ケースとなってますが、3400円のものが2583円、 24% 引きですね。でこれもクリアケース、私クリアケース好きなんですけども、さらにこっちは頑丈なのを売りにしているケースですね。でトラスさんの方もこちら同じように全体セール画面あります。これもリンク貼っておきますので、最大やっぱり 25% オフぐらいのもありますし、普段なかなか高くてね買えないようなものも結構安くなってますので覗いてみてください。おすすめです。さらにケースで背面を守ったらこちらですね。こちらもね恒例になってしまってますが、 iPhone のガラスフィルム2枚セット、そしてガイド枠付きが全部安くなってます。すべてニマソさんの方を概要欄のリンクに貼っております。 iPhone SE シリーズから 10、10S、11、12、13、14とすべてリンクありますので覗いてみてください。最大 33% オフで、ここで紹介しているのは iPhone 13 mini、 iPhone 12 mini 用の2枚セットですね。これが1249円が999円になってます。 20% 引きですね。でニマソさんのは2枚セットなのがまず安心なのと、この初心者でも簡単に貼れる、これガイド枠がついてくるんですね。ガイド枠何かというと、 iPhone にこのガイド枠をはめてガラスフィルムを乗せるだけです。乗せるとガイド枠があるので合わせるのも簡単ですし、離すと魔法のようにピターッと貼ってくれますので、いつもおすすめしています。先ほど言った通り概要欄にほとんどの機種がありますので、これからね新生活用に2月3月に iPhone を買う方も、買う用のガラスフィルム買っておくというのも手だと思いますので、ぜひ覗いてみてください。続いてこちら、あまり紹介したことはないんですが、サンディスクさんの SSD 外付け 2TB が安くなってました。私もねこれ持ってるんですけれども、 32,676円が 26,588円、もともと高いのでちょっと高くは感じるんですけれども 19% 引きですからね。これ何かというと外付けの SSD なんですけれども、こんな感じでめちゃくちゃ小さいです。私は Mac に使ってますが、ここに書いてあるように Windows、Mac、PS4、PS5 ゲームなんかにも使えますし、
iPad でも認識します。普通に使えます。なので容量ちょっと足りないなと思った方は 2TB これで追加するというのもありだと思います。特に iPad なんかは写真データ動画データを逃すのにこういったものを使うというのも手だと思いますので、ぜひ検討してみてください。 USB Type-C での接続になります。でこれ 2TB だけじゃなくて 1TB の方も安くはなってます。18,941円が 16,108円になってますので、まあまあ安い。ただコストパフォーマンス的にはやっぱり 2TB の方をお勧めしたいところですね。ぜひ iPad、Mac で容量ちょっと足りなくなってきたという方は検討してみてください。続いてはバッテリーにお悩みの方というところで、こちら Apple のマグセーフバッテリーパックが安くなってます。これはですね、初めてじゃないですかね。なかなか安くならないので、14,780円が 12,541円、15% 引きですね。マグセーフのバッテリーパックなので iPhone12 以降の対応にはなりますが、こんな感じで iPhone のね、マグセーフを使ってぴったりくっついてくれますので、結構便利に使えます。磁力も結構強いですし、ここにつけたままライトニングケーブル、ここで挿すとですね、なんと 15W の充電器にもなるんですね。なので意外に便利に使えますので、充電器で使いつつ、出かけるときはケーブル抜いてバッテリーパックとして使うといった使い方もできますので、まあまあ高いんですが、純正というところの安心感もありますし、おすすめです。ぜひ買ってみてはいかがでしょうか。そして Apple 製品もう少し安いものがあって、こちらレザーウォレットのミッドナイトが9,380円が8,527円になってます。9% 引きですね。で、これミッドナイトだけじゃなくてもう一つ、ウィステリアも少し安くなってます。こちら 5% 引きですね。こっちはあんまり安くはないんですが、これもですね、マグセーフでくっつくタイプです。こんな感じですね。バッテリーパックだとこんな感じ。レザーウォレットだとこんな感じなので、すごく安いというわけではないですし、類似品でね、安いのも結構ありますが、純正狙ってたという方はぜひ今回を機に買ってみてください。そして充電器関連で言えば、こちらですね。前回もおすすめしましたが、iWalkさんの Apple Watch と iPhone が充電できるモバイルバッテリーになります。9000mAh ついてます。で、対応がですね、Apple Watch シリーズ SE から6までしか対応してないようなこと書いてはあるんですが、一応ですね、私が実際に試した結果では、7、8、ウルトラも全部充電はできました。ただ一応歌ってないので、そこは注意です。注意なんですが、充電はできてます。これが4,980円が3,984円になってます。20% 引きですね。使うイメージはこんな感じ。Apple Watch だったら上に乗せて、ライトニングケーブルももう内蔵されてますので、持ち歩く必要なく、本体から取り出して iPhone に挿すといった使い方ができます。同時に充電できますので、出張とかね、ちょっとしたお出かけの不安な時に持っていくといいと思います。9000mAh はあるので、かなり持ちますね。Apple Watch ならね、20回充電。iPhone 14でも2回以上充電できるということで、結構な大きさだと思います。で、これも安いんですが、Apple Watch はいらないよという方には、こちらおすすめしています。iWalkさんのモバイルバッテリー、4500mAh ですね。で、これはライトニングしか付いてないんですが、なんと 38% 引きで3480円が2144円になってます。これかなり安いです。で、これどんな製品かというと、カラーもたくさんあって楽しいというのもあるんですけれども、こんな感じですぐ挿せるんですね。ケーブルとか不要なんです。これが意外に楽なんですよね。やっぱり今までケーブル付きの私が持ち歩いてたからだと思うんですけれども、出したら挿せる、終わったら抜くだけってすごいいいですよね。ケーブルの煩わしさがないのですごい楽で、このモバイルバッテリー自体の充電はタイプ C ですね。で、これ見てわかる通り結構小さいので、こんな感じでバッグに入れて持ち運べますし、なんなら AirPods も充電できます。これ結構便利です。本当に私使ってますので、ぜひ皆さんもね、よかったら買ってみてください。すごい安いですしね、ぜひ一つ持っておきましょう。そしてこれはモバイルなんですが、家での充電にはこちらアンカーさんの521チャージャーナノプロの方が安くなってます。 USB-C の急速充電対応ですね。これが4,790円が3,390円、 29% オフになってます。で、いつもなんですけど、これホワイトだけ安いです。他の色はかっこいいんですが安くなってないので、そこだけは注意ですね。で、これ何がいいかというと、充電口が2つあります。もう今の世の中充電するものとにかく増えているので、コンセントが1つで充電できるケーブルさせるところが2つあるというのはかなり便利ですよね。で、これ両方 Type-C なので、 iPhone のね、12以降を買っている方は Type-C からライトニングが伸びてるケーブルはついてきてるはずですし、そちらそのまま使えます。ただケーブル増やしたいんだ、新しいところに充電箇所を作りたいんだという方は、これとセットでこちら同じくアンカーさんのパワーライン2 USB-C& ライトニングケーブルが安くなってます。これね、 MFI 認証をきちんと取ってるので Apple 公認です。これが2000円が1690円、 16% オフになっております。さらに200円のオフクーポンもありますので、だいぶ安いですよね。なので先ほどのとセットで買うこ
ことをおすすめいたします。こちらがタイプ C になってて反対側がライトニングになっているので、先ほどの充電器にはこちら側を挿して iPhone 側にこっちを挿すといった使い方になります。新生活に向けてね、アダプターを買うとか、新たに充電場所、リビングだったり子供部屋だったり、そういったところに作りたいという方はセットで買ってみましょう。そしてタイプ C じゃなくて単に充電ケーブル追加したいんだという方にはこちらですね。こちらもちょっと常連になってきましたが、これは USB-A からライトニングです。これ見てわかる通り大きい USB からライトニングになっているものですね。でこれ2本セットで799円なんですよ。めちゃくちゃ安いですよね。定価が本当はもっと高かったんですけど、999円になって 20% オフになったんですが、799円ということで、まああまり安すぎるのですごく耐久性があるのかと言われると不安ではあるんですが、あまり充電しない場所、例えばメインは寝室という方多いと思うので、リビングに1個追加したいとか、職場に1個置きたいとか、そういった方用だと思いますので、安いうちに買っておくというのも手だと思います。そして一通り揃ったところでバックアップとかに使いたいのが、こちらサンディスクさんのマイクロ SD カードが安くなってます。128GB で1766円、10% 引きですね。ただ、これでも安いんですけれども、256GB がこちら、すごい安くなってます。5191円が、なんと3727円です。28% 引きなので、私としてはこっちの方をおすすめしますね。512GB 版も安くなってますが、そもそも高いので、ちょっとコストパフォーマンスは悪くなるんですが、この 256GB で3700円なら買いなんじゃないでしょうか。スイッチでも使えますし、私が紹介している iPhone での使い方、こちらですね。こちらでも SD カードに写真とか動画を対比させる方法を紹介していますので、ぜひね、検討してみてください。で、そちらで紹介しているものの中で、iPhone で簡単に SD カードが読める、この商品、ライトニング SD カードカメラリーダーというのがあって、これはですね、セール品ではなくて4587円、ちょっとお高いんですが、先ほどの SD カードを挿して iPhone に挿すだけで、iPhone から SD カードにデータを逃がすことができます。それを先ほどの動画で解説していますので、ぜひね、検討してみてください。これ以外の安価な製品もあるんですが、すぐ壊れたりするのと、もしかして読み込み中とかにそういうリーダーが壊れると、せっかくバックアップしてるのに SD カードも壊れちゃったってなったら不安ですので、ぜひ純正をお買い求めください。使い方はね、先ほどの動画の方ぜひ見てみてください。で、バックアップ関連はここあたりで、続いてが、こちら、ワイヤレスイヤホン関連ですね。相変わらず Beats Fit Pro が安くなってます。本来28,800円が22,543円ということで、6,000円近く安くなっていると。で、毎回おすすめしてますけど、AirPods は高くてちょっと手が届かないんだけど、ワイヤレスイヤホンいいの使いたいという方には、この Beats Fit Pro 本当におすすめです。Beats といえど、基本的には Apple のね、製品とほぼ同じですので、iPhone との親和性も高くて、ノイズキャンセルもある、外部音取り込みもある、そして低音が AirPods より強めということで、結構おすすめです。あんまり安いのは嫌だけど、それなりに楽しみたいという方は、この Beats Fit Pro おすすめになります。そして Beats 関連はもう少し安くなっているものがあって、こちら Beats Studio Buds も安くなってます。20% 引きですね。21,800 円が17,385円まで落ちてます。で、こっちもですね、ノイズキャンセルがあって安いんですが、まあ、これを買うんだったら先ほどの5000円足して買った方が私はいいと思ってます。形はね、結構スマートでかっこいいんですけれども、ちょっと低音が弱いのと、ノイキャンもちょっと弱いかなという感触ありますので、その辺気にする方は先ほどの Beats Fit Pro の方を買いましょう。ただこれを狙ってたという方には 20% オフですので、ぜひおすすめしたいところです。そしてもう一つ Beats 製品といえば、私的には一番おすすめなんですが、こちらですね、 Beats Studio 3 ワイヤレス。ヘッドホンであればおすすめという意味で結構好きな製品です。私も持ってるんですけども、47,800 円が43,455円、 9% 引きになっております。全部のカラーがですね、安くなっていますので、これもですね、狙ってた方はいいと思います。低音もバリバリ強くて、やっぱり耳を全部塞いだ上でのオーバーイヤーヘッドホンというのは、イヤホンとはね、違う聞こえ方しますので、ヘッドホンの方がいいという方はこちらもおすすめになります。そして、おまけの方行ってみましょう。今回はですね、カップヌードルプロ高タンパク&低糖質ということで、これの12個セットが2422円になっております。本来2980円で559円オフですね。559円オフだったら何個か買えちゃうじゃんという値段ですので、良いと思います。もちろんですね、カップヌードルばっかり食べてはいけないというのはあるんですが、忙しい時なんかはね、ついつい頼ってしまうと。で、このプロというのはこのカップ麺の中でも管理栄養士 96% が推奨ということで、美味しさそのままで、一応ね、栄養なんかも取れるよということになっておりますので、ちょっとね、罪悪感を減らしながら食べられるのではないでしょうか。これね、私もたまに食べますが、美味しいですし、なんとなくね、悪
い気がしないという意味でおすすめです。そしてこちらですね、これコカコーラ綾鷹の 525ml の24本セットがすんげー安くなってます。なんと2439円が1786円です。653円引きですよ。 27% オフです。653円あったらあと綾鷹何本買えるんだっていう値段になってますので、やっぱりお茶ねあるとお客さん来た時にもね、今だとコップで出すのも少しね抵抗があったりする時代ですので、こういったペットボトルなんかあるといいと思います。そしてお茶ではなく大人向けにこちらですね、レモン堂の定番レモンチューハイ 350ml 24本セット、これがですねなんと4224円が3427円になってます。これは結構安いですよね。797円引き 19% オフになっております。最近値上がりしか聞かないので、こういうね値引きの時に買っておくとね、かなりお安く済むのではないかと思いますので、ぜひ検討してみてください。はい、ということで今日はちょっと多かったんですけれども、とにかくですね新生活に向けてのハード関連が多かったのかなという気がいたします。ぜひ概要欄の方を覗いてみて、欲しい製品の方早めに、特に iPad 関連はですね売り切れが心配されますので、ぜひ購入の方を検討してみてください。普段は iPhone 関連、 iPad 関連、とにかく Apple 関連の裏技や便利技解説などをやっていますので、ぜひねチャンネル登録をして他の動画でもお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。